はい、それではね、ザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川の続きをやっていこうと思います。昨日ね、なんか夜になったら、いつもは自分の意思でベッドに入るんですけど、なんか勝手に寝る時間だとか言って、寝てしまって、で、起きたら11時回ってましたね。なんで今日は、どうしよう、普通に学校行こっか。ね、ちょっと午前中の授業、サボっちゃいましたね。せっかく成績上げようと思ってたの。朝の勉強もできてないし、なんかイベントがあるんでしょうかね。午前中こんな風に街歩くのってあんまりなかったんで。誰かいる？これ誰？これ新しい、知らない人だね。これもなんか変な人いるな。もう12時になるからお昼の授業ですね。よし、3階なった。じゃあまあお昼からは受けときましょう、授業。よし。科学ね。どうなんでしょうね。なんかあんのかな。昨日ちょっと謎でしたけどね。早く寝る。寝坊するイベントだったのか。よし。もうの人がいない。リンゴなんだよ。バッキークリアしたの。バッキーって何？バッキーってなんだろう。よかったな。エンディング知りたくないのかよ。別にバッキーってなんだ。この元ネタがわかんない。よし、あ、誰もいないの。もう屋上は？よし、ああ、みんな3人いる。よし、連れていくよ。加入する。ゴロ加入する。で、あそこ行こう。柔道部行こう、柔道部。もう一個下ね。よし。3時から？よし、来た。武田。鍛錬、学ぶ。こないだ鍛錬しました。学ぶしてみようか。あ、わざだ。あ、SP を、そうそうそう、鍛錬したら SP、これをもらったんだ。で、技がもらえ、使えるようになるんだ。そういうことね。OK、OK、理解した。なん、ということは、じゃあ、まあ、まだ今日鍛錬しないといけないね。情けはかけないぜ。練習しましょう。これ柔道だよね。だから受け身取ってるから。学校は手すぐ来たら、授業は手すぐ来たら柔道部に。入れる感じだね。次の練習の前に空手着を洗うのを忘れなよ。でも空手着なんだね。よし、まあいいか。で、学ぶ。あ、ここで学ぶのはいつでもできると。どうしよう。ともえ投げ。テイクダウン。ロールって何でしょうね。ロール、わかんないし、習ってみよう。ダウン後、立ち上がり時に方向、難しいな。あと、まあ全部覚えていきましょう。せっかくなんで。スキルね。あ、よかった。これで技が覚えられる。で、5時になると空手。ちょっと待っとこうか。もうちょいだね。5時。よし、ほら。空手も技教えてくださいよ。無理だね。ないのか。まあしょうがない。もうちょっとなんかイベントを進めないといけないのかな。どうしようかな。今日なんかイベントを起こってほしいね。あんまり行ってないとこ行ってみましょうか。いつらはいいし、いつらは右側行くんですけど、本屋さん暗い。左行ってみようか。ここね、ちょっと荒れてますけど、ちょっと駆け抜けて、ここも荒れてるな。もう何もないんか。桟橋で本行って、もうまあしょうがないな。倒すか。こいつらそこまで金持ってないんだよね。
トル終わってからじゃないとカツアゲできないな。よし、これでいいんですね。あ、でもこの端っこの方で倒れるとまたげ、あの探れないね。ちょっと待って、え、全然探れないなこいつら。位置がね、なんかすごい微妙で判定が謎なんですよね。うん、よし、まあいいや、みんなできたよ。ビリヤードと、ここ全然イベント進まないね。村川さんといつまでも話せない。買う、何しよう。まあでもお金節約したいしな。おいよ。よし、ギャンブルで一気に増やすっていう手もあるけど、よし、やったらでいい。よし、あ、誰かやられたぞ。リンゴはでもだいぶ強くなってきたね。よしよしよし、あ、いた。あ、ロールしたけど役に立つのかこれ。よし、 OK、 キック、よし、まあいいわ、ちょっとずつもらっていこう。上、この難しいよね。よし、500円。ちょ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 、よし、300円、400円。うん、他ね、みんなのヒットポイントは、ああ、マサルがもう死にかけてんな。まだでもあとの3人は戦いますね。ちょっと今週中に2万稼いときたいんで頑張ろうぜみんな。みんな頑張ろうぜ。よし、よし、ちょ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 、2人相手は辛いよ。あ、いた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 、よしよし、組んで投げる、組んで投げる、組んで投げる、うん、このパターンもいいですね。よし、もうちょっとか。よし、まだか、もう任せるか。よし、 OK、 よしいいよ、パンチもアップしましたね。移動しないように。59で、こいつら全然持ってないんだよね。なんか制服色によってやっぱりお金持ちのところと違うんだな。まあ、強さも違うのかもしれないけど、そう、紫は持ってる。白と紫がすごい持ってる。紫狙い、うん、8時でしょう。県のジムでも行ってみる。お金いくら？ 1 万 8,000 か。ちご。あ、今日公園行ってないね、そういえば。公園行こう。うん。日課のトレーニングを忘れないように。あ、紫がいる。よし、こいつらやるぞ。よし。リンゴはやられないようにして、よしよし、 あれ持ってないな。あ、こいつ取れないな、取れないなこいつ。位置が悪い、柵、柵に重なってるから取れないな。惜しいな。剣のところは全然話できないんだね。話できないときはイベントもないみたい。うん、よし、まあ、おいしいるぞ。よし、やってやろう。ちょっとだいぶバトル続きですけど今日は。よしよしよし、挟み込んで、そう、挟み撃ちでやるのがいいよね多分、仲間がいるときは。もう一人だぞお前。ちょちょっと切
来てよ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 来いよ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 危ない危ない、よしよしよし、またオッケー、あーまた位置が悪いかな、これ引っかかるんだな、このブランクに引っかかんなこいつはいけるでしょ、よし、いけるいける、0円これ限界あんのかな、カツアゲもあれ持ってないぞ、白か、やっぱり白のやつらか、関係ないのか、それか、よし、タバコ吸いながら懸垂よし、だいぶどこまで上がるんだろうね、逆に。でもめっちゃできるな、よしよし、6、最初3ずつしか上がらなかったけど今6上がるようになりましたからね、よしよし、みんなもやったらやってくれたらいいのにな。よし、ステータスが545、結構上がってきたでしょ。パンチパワーが4になってるもんね。スローかなと思うんだけどね、やっぱり投げ技かな、キックパンチ投げ技、よし、まあいいや、でジムは行ったし、まあ今日はじゃあ家に戻って勉強するだけだから、解散剣の、あ、イベントが始まったよ、なんかなんだ、喧嘩してる気分で散々やったんや今どういうことよむしゃくしゃしてんのか、うん、逆だ、剣が他で手一杯のせいであのバカ二人も、うん、たるみっぱなしだ、うん、剣はトーナメントのためにトレーニングしてるんだ、食ったらねえな、確かにこのゴローは強かったもんね、ヒットポイント高かったもんね、行こうぜリンゴ、どこに、川か、いや空き地行く、俺たち二人だけじゃやべえんじゃねえか、一人で行けってのか、バーに行こうぜ、いやあそこは軟弱者が行くところだ、頭かち割られてえのかよ、それなら俺がやってやるよ、空き地まで行かなくて済むぜ、もういい、俺一人で行く、なんかでも青春ですねこういうのねお前趣味が必要だな、空手やめてるんだよねこいつはね、は趣味、一緒に勉強しようぜお前暇を持て余してんだろ、そうだな、どうすんだ、一緒に行くのかな、くっそ付き合うのか、バトルすんの今から、ちょっと散々やったんですけど今日ちょっと待って、誰、もういいんじゃない別に、空き地ってどこだったっけ、こっちの奥かな、真後ろか、どこが空き地なのかがわからないね、公園っぽいとこあるけど、おぉ、こいつらか。こいつらもやらないといけないのか。ちょっと厳しいな、お二人じゃん。よし。ちょちょちょ。いてててて。ね。だいぶ、ちょっとやられるやろ、さすがにこの人数は。これはやられるでしょ。危ない危ない。よし。もう投げ技でいこう。よし。お、意外とやってるぞ。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、あとちょっとでやられる。よいしょ。もうちょい、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 もうちょい。やったか、やったか。頑張れ。ゴロ頑張れ。任せたぞ。よし。OK。OK。勝った、勝った、勝った、勝った。よしよし。もういいやろ、もう。もう11日になっちゃったよ。よし。
まあ、じゃあ家に帰るまでやって、今日は終わりにしておきましょうか。よし。よし。まあそういうね、眠れない日もあるんでしょう。もう、よし。まあお金もちょっと手に入ったしね。帰るべ。まあイベントっぽい感じはないよね。家に帰ってみようか、もう一回。空き地が、あっち、あそこで正解だったかどうかはわかんない。イベントはここか。空き地、公園のことかな。公園かな。ちょっとわかんないね。でしょ。まあでもなんかイベントがあるんだったら、うん、なんか強制的になりそうな感じだもんね。一応公園も寄っていこうか。チェックしとこう。まあ、あそこにワープしたってことはやっぱりあっちの方だよね。公園ではない。よし。もう今日は徹夜しますか。あとバーではないから、いいか、家帰ろう。一緒に。じゃあ何も起こらないけどね。家帰ってきたけど。まあこれはこれでいいのかな。よし、はい。そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。またね、次回続きやっていきますので、よかったらね、見に来てください。では、これで終わりにしておきます。お疲れ様でした。